で捉え時に7回することができるかもしれません。まだプロに入って1勝もしていないというところ、石川が飛び出しているがキャッチは牽制します。あと何かこの騙し合いのようになっていますが今の面白かったですね、はい。まあ、あの目で石原は牽制をして、中畑監督も笑っていますが、目で石原は牽制をしてボールは手に持っていなかったということで、石川がこう、まあ、挑発をするようにセカンドベースに向かおうとしたわけですが、必死に久本はこのボールのありかというのをしたしたというふうに叫んでいますが、石原はちょっと見失っていたかもしれません。最後は結局久本が掴んでいきました。